皆さんこんばんは、和道です。初めての方もいると思うんで、軽く自己紹介をさせてください。僕はですね、今31歳です。1985年5月の21日生まれで、今日はですね、2017年の4月10日です。今から僕は、子供の頃の、頃からの、夢だった、旅人になるというですね、夢を叶えたいと思います。で、僕は現在ですね、生放送、インターネット生放送を仕事にしています。配信者というふうに呼ばれているんですけれども、配信者というのが僕の仕事です。最初の頃はね、全然ご飯も食べれなくて、3年半ぐらいはずっと貧乏生活をしておりましたが、なんとかこの半年ぐらいで、多くの、この生放送を見てくれている、視聴者の方からの、支援のおかげで、最近ここ半年ぐらいで生活ができるようになり、子供の頃のからの、夢だった、旅人になるというですね、夢を叶えられそうです。今すごくドキドキしています。なんかこう、なんとも言えない、人生で味わったことのないような、緊張と恐怖と、ワクワク感と本当に冒険に出る前なんだなっていうことを自覚しています。すごく緊張しています。はい。で、この、旅のコンセプトなんですけれども、1万人の、視聴者のリスナーさんに、僕の放送を見てくれている1万人の方に日本全国、会いに行こうと思っております。何年かかるかわかりません。正直。何年かかるかわからないんですけれども、ぜひ、誰もやったことがない大きな企画なので、絶対に達成して、さらにもっと有名になって、もっと稼げるようになって、もっと多くの人に喜んでもらえるような配信者になって、この家に帰っていきたいと思います。一応この企画の、この旅のルールなんですけれども、日本全国都道府県を回るという、47都道府県を回ります。そしてですね、1万人のリスナーさんに会うまで、帰らないというルールです。ただですね、仕事の関係で、ちょっとここにもポスターがあるんですけれども、イベントの仕事であったりとか、また、旅先で仕事の依頼が東京で入ったりした時は、この家に帰ってくることはありますが、基本的には、ライフワークとして、旅を拠点にするという、もう旅人として生きていくっていうのが、この旅のコンセプトです。旅行ではなくて旅です。旅っていうのは、こう、僕が歌舞伎町にあるバーアメっていうマスターから聞いた言葉で、バーアメのマスターは昔若い頃、海外で何年間も旅人をしていたそうです。で、そのバーアメのね、マスターが教えてくれました。旅っていうのは古い辞書を引くとこう書いてあると。不便なこと。不便さを味わうのが旅だそうです。今旅行って呼ばれてるものは、こうお金を払ったりして快適で、いろんなこうパッケージになっていて、観光名所も回りやすくて、電波もどこでもあってっていうのが旅だそうですけど、昔の人たちは旅をどういう風に捉えてたかっていうと、不便なものっていう風に捉えていたそうです。僕はこの旅を、不便さを十分に味わいながら楽しんでいこうと思います。なので移動手段に縛りはありません。どこに行くとかも、その日の気分次第です。もしかしたら、一緒に旅をする仲間と、出会えるかもしれません。はい。頑張りたいと思います。それと、この旅が始まる前に、本当にね、今まで多くのリスナーさんと出会って、多くのリスナーさんと別れてきました。きつい言葉をくれたリスナーさんもいます。ずっと応援してくれてたリスナーさんもいます。今、自分がいるのは、本当にすべての、3年と半年前からずーっと支えてくれてた全てのリスナーさんのおかげで、今の自分があります。悪口もいっぱい書かれましたが、全てのリスナーさんに感謝します。あと、本当に僕が本当配信で食えるようになった、
きっかけをくれたこのふわっちというサイト、それからね、彼女ののんたん、スタッフのたくみさん、本当に感謝してます。それじゃあそろそろ行きましょうか。準備よろしいですか？皆さん、準備よろしいですか？どうでしょう？よろしいでしょうか？そろそろ行きますか。のんちゃん、行ってくるよ。行ってきます、のんちゃん。彼女はですね、丸くなってます。彼女が丸くなった時っていうのは、へこんでる時です。のんちゃん行ってくるね。頼むよ。行きます。忘れ物がないように。みんなに会いに行きます。1万人のリスナーさんに会えますかね。会わなきゃ帰れないんだけどね。映像と音声無事に見えてますか？大丈夫ですか？生放送の皆さん。映像と音声は無事に届いてますか？今リアルタイムで、2017年の4月の10日、夜の8時40分ですね。夜の8時40分。この家を出た瞬間に僕は生まれ変わります。夢を叶えます。この扉を開けて家を出た瞬間から僕は旅人です。じゃあ開けますか。32歳の時にね、子供の頃からなぜか32歳で死ぬんじゃないかなっていうふうに漠然と思っていたことがあるんです。なぜか知らないけど子供の頃死ぬのが怖くてですね、32歳で僕は死ぬんじゃないかって子供の頃からずっとわめいていたそうです。まあね、小学生ぐらいになった頃には覚えてないんだけど、そういうふうに両親から聞きました。でね、もしかしたら死ぬかもって飲み屋の席とかで笑い話してたんですよ。でもその時に先輩の人が、死ぬっていうのは、実はいろんな意味があるんですよ、和道さんっていうふうに教えてくれました。死ぬっていうのは人格が変わるとか生まれ変わるって意味なんじゃないですかっていうふうに言ってくれた先輩がいました。あと1ヶ月で32歳になりますが、今日生まれ変わりたいと思います。よいしょ、行きますか。じゃあドア開けます。スタートします。よいしょ。スタートです。行きましょう。新宿の夜景が綺麗ですね。新宿の夜景が綺麗ですね。
インターネットで何かをやろうって3年前に、4年前か、4年前に思った時に、YouTube か、最終的に YouTube か、生放送で迷ったんですよ。生放送やってよかったですね。生放送でよかったですよ、本当に。苦労もしましたし、もうこんな業界やめてやるって何回も思ったし。何回引退したことが、続けてよかったです。もし生放送で、頑張りたいって、仕事にしたいと思ってる人がいたら、僕はこう言います。絶対やめとけよ。絶対やめとけ。マジでやめとけ。働け。絶対働いた方がいいから。マジだからこれ。これ本音です。やめとけ。一部の人間だけなんで、うまくいくの。やめた方がいいっすよ。YouTuber になった方がいいっすよ。YouTuber の方が儲かるんで。よし。よろしくお願いします。荷物、あ、前でいいや、足元行けます。出ます？顔。放送見てました？途中まで。出ます？出ます？せっかくなんで、記念なんで。車の中でいい？いい、いいじゃん、いいじゃん。第一リア土地車でーす。ずっとお世話になってるマネージャーの匠さんです。皆さんも気軽に来てください。ぜひぜひ。こんなおっさんでも来てるんで。よし、よし、第一。匠さんもずっと長いから、リスナーさん。ね。なんか感慨深いっすね。感慨深いね。こっちまで緊張してるけど。いきますか。いや、お金払って。いっす。あ、金払う、払う。俺払う。ちょっと待って。え、たくみさん、俺の放送見始めたのはいつぐらいだっけ？あのリアトツいつだ？その前から見てるでしょ？その前でもう1ヶ月経ってないよ。あ、そう。あ、じゃああれキンキンだったんだ。そうそうそう。あれ1年、2年ぐらい前。2年。1年ちょいか。ぐらいかな。うん。まさかたくみさんにマネージャーやってもらうとは思わなかったもんね。思わなかった。全然こっちもそういう考えはなかった。ね。橋本くんに避けかけた事件の時ですか？そう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 。初めて。今、俺がかけたわけじゃないけど。うん。あ、コッペだよ、コッペだけど。何番やったの？2番だよね。え、6番じゃないの？2番だよ、2番。嘘、俺6番の払っちゃって。どうに下がんないの？人の払っちゃって、2番だって。人の金払っちゃったじゃん。ラッキーじゃん、この車。料金無料とか、え、6番ってどうやってやるの？あと6番。6番だね、2番。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 領収書くれよ。オッケーオッケー。なんで俺人の払っちゃったんだ。なぜ6番に行ったの。なんで人の払ってんだよな。全然意味わかんねえよ。2番なのに6番の払っちゃったよ。幸先悪いなこれ。意味わかんねえマジで。あ、ちょっと待って。アスペって怖いよ。思い込みの強さ。
いや、いいよ、いいよ。うん。そんな遠くないでしょ。10分ぐらい。怒るぜ、多分。相当待たせてるよね。まあ、こんなこと言ったってね。こんなこと言ったって俺だよって時間守るわけないじゃん。あれどこだ、これが、ん、まだ使いこなすってね。紐が多すぎる。すごい。これはすごいよ、本当に。じゃあ行けますか。っていうか服装間違えたな、寒い。全部間違えてる。服装マジで寒いんだけど。ちょっと待って、ベルトつける。よし。いや、大丈夫だよ。消していい。大丈夫。あれ、ボケるな。あ、来た。オッケーです。じゃあ、皆さん、行きましょう。最初から台本で、車かよって。いや、釈迦が。そう。あの、結局、ノンタンが、釈迦ってまあ、僕、ペット飼ってるんですけど、文章の。ノンタンが扱ってくれるって、ノンタンっていうのは彼女なんですけど、彼女が扱ってくれるっていう話だったんだけど、あの、嫌だっていう風に前日言われまして、あの、たくみさんに扱っていただくことになりました。急遽、うん、ステッカーこれで忘れたら爆笑だよね、ほんと。あり得るかんな、うん、俺の場合。でもほんとに何も持ってきてないかんね。パンツ、履いてるのを含めて3枚、靴下3枚でしょ？靴下3枚で、あと、その、洗濯物入れる袋1個でしょ？あと、パソコン3台、携帯1台、あと、配線、バッテリー関係、バッテリー1本、あと何入ってる？もうほとんどパソコンだからね。好きだよ。ステッカー見せてください。後ででもいいかな、車降りてからで。1万人リアトツきついぜこれ。早速カウント減らしますよ。どこ？あざーす。あざーす。はい。残り9999人でーす。9999人とか無理ゲーでしょ、こんなの。うん。上着持ってきてない。クソ寒い。体調はまあいいっすね、全然。体調は全然いいっすね。いや、なんか全然用意が足りてないな。まあ、いっか。なんとかなるっしょ。見切り発車。あんまり準備していくともう分かんなくなっちゃう。ああ、もうややこしくなる。もう、うん。考えても分かんないんだもん。うん。明日寒くなるの？マジで？おい、ワドツ、いらっしゃい。今、198名のリスナーさんが見てくれてますね。ありがとうございます。まあ、旅なんてそんなもんさ、いい言葉だね。いい言葉だね。まあ、考えないって大事だからね。考えるのも大事だけど、考えて行動だから。うん。あ、ぜひぜひ、リアトツ、放送回ってる時だったらいつでも OK なので、ちょっとルール確認をしましょう。ルールはこんな感じでーす。リアトツ1万人の旅です。放送中はいつでもリアトツ大歓迎。配信者、リスナーさんは問いません。生放送をしてリアトツをしていただいても大丈夫です。
リスナーさんの方で顔出し NG の方はマスクをつけたり、準備をお願いします。差し入れは NG となってます。ステッカー1枚、1000円で発売という風に書いてますけど、これは発売ではありません。ちょっと変えさせてください。今訂正させていただきます。これ発売じゃないです。ステッカーを1枚で1000円で発売してません。申し訳ない、ここ訂正します。1000、ちょっと待ってね。1000の、し、で、ステッカー1枚、ステッカーを、1枚、1枚、プレゼントと。はい、こんな感じです。1000円の支援でステッカーを1枚プレゼントさせていただきます。サインが欲しい方はマッキーを持参で、お願いします。ステッカーを購入していただいた、購入ではないですね。ステッカーを購入ではなくて、支援ですね、ここ。支援を、支援をしていただいた方は写真撮影の無料で特典付きです。宿泊移動手段、アイテムの支援お待ちしております。イベントコラボ企画などお仕事がある場合は帰宅します。以上でーす。以上です。のんびり行きましょう。おー、どうもさん、トツ、来てください、ぜひ。いつ頃来ます？いつ頃来ますか？いいですね、いいですね。来てください、ぜひ。ぜひお待ちしてまーす。はいつまで、下手したら明日もういないっすよ。下手したらもう明日いないっすよ。全然考えてないんで。逆にもう今でしょ理論ですね。今でしょっていう。今でしょです。完全に。今でしょで。はい、来てくれてありがとう、山ちゃん。ありがとう。楽しんでってください。頑張ります。アイテムありがとうございます。いや、もう移動手段は全然何でもいいやと思ってますね。できれば、リスナーさんの車とかで案内していただけると嬉しいなと思ってます。230名さんいらっしゃい。行き先はとりあえずアルタ前に行って、リアトツ町をしようと思ってます。アルタ前に向かってます。地方はどこに来られますか？日本全国もありますよ。日本全国もあります。来る！行く行く！関西行きますよ。全都道府県制覇するので、ぜひよろしくお願いします。皆さんありがとう、頑張ります。ありがとうございます。山梨も行きますよ。山梨も行きます。過疎地でも行きますね。全然。皆さんにお礼が言いたいっていうことで始めた企画なんで。皆さん風船10個ありがとうございます。一日どれくらい来るかな？ぜひ行かせてもらいたい。ぜひぜひ。ぜひぜひ、配信者の方はコラボしましょう。よろしくお願いします。
ステッカーも販売してますのでね、ステッカーはこんなデザインです。ステッカーこんなデザインですね。販売はしてません。ステッカーは販売はしてないですね。1000円支援していただいた方にプレゼントをします。風船10個ありがとう、高やん。ありがとうです。ありがとう、マリアン。風船5個ありがとう。東京の次はね、北に向かおうかな。千葉、茨城、福島って。おー、ラクダさんありがとう。そうなんですよ、車、トラジロー、風天のトラさんが好きでね。あと砂付近とかね、旅人かっこいいなと思って、旅人になるのが夢でした。そうですね、時間制限は設けていないので、何年かかるかわかりません。正直言うと何年かかるかわからないです。それがこのルールの怖いところっすよ。いつ終わるかわかんないんだもん。ヤバタンですよ、ヤバタン。なのでまあ終わったら帰ろうかなと思ってます。うん、体大事にします。森下さんありがとう。風船10個ありがとう。左に寄せちゃいますか。たくみさんそのまま帰っちゃう。うん、オッケー、ありがとうね。いいえ、とんでもない。うん、あ、待って、レンタカー代。釈迦を預かっていただくんで、後ろに釈迦がいるんですよ。旅中スロット配信。うん、なんか、その、何々しちゃいけないとか、何々すべきとか、そういうの一切ないよ。ただ旅をするだけ。だから自由自由。お金に余裕があるときは高級ホテルに泊まったり、飛行機乗ったりするし、お金がないときは歩くし。ん？なんだ？なんだ？なんだ？騒いでんだ。あ、めっちゃ来た。嘘。あれ？またなくなったんだけど。あれ？これじゃない。どこだ？紐がすぐなくなるな。これはこれか。よいしょ。あれ？どこ行った？全然わかんない。これだ。あ、間違えた。うん、合ってる。よし。たくみさんお疲れです。頑張って。頑張るわ。うん。気をつけて。ありがとう。たくみさん気をつけて。了解です。はいっす。またったら LINE で。はいっす。はいっす。連絡し、取り読みましょう。じゃあ、坂に行こう。うん。坂、行ってくるよ。さ、坂。緊張してる。行ってきます。うん。はいっす。よし。何やってんの？エイス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 。何撮ってんの？何やってんそれ？え、ビデオ撮ってんの？ゲスエイス出ます？はい、あ、行きました。はい、エイスエイスエイス。あ、すいません。あ、どうもです。すいません。第二リア突。第二か。うわ。じゃあ自己紹介お願いします。いつも練習枠でお邪魔させてもらってる。練習枠でお邪魔させてもらってる東京先輩です。どうもです。エイスエイス。もう東京先輩何回もスパーリングしてるから、知ってるでしょみんな。
ちょっとここ邪魔になっちゃうんで端に寄りますか。向こう側行きます。はい、おい、電波がねえかな。見れてる？見れてる？電波がない。見れてる？これ、見れてたら教えて。電波。電波見えてます？プツプツ？どう？ちょっとね、新宿人が多いんで電波取られちゃうんですよ。今どうですか、見れてる？ちょっと電波いいところに移動したいな。見れてます？見れてる？見れてない？どうしよう。ちょっとごめんなさい、電波を探したいです。 OK？ 大丈夫？見れてる？信じるよ、ラグってるけど。信じるよ俺。見れてる？大丈夫？同業先輩。ご紹介します。第2リアトツ、リアトツ2人目、東京先輩です。どうもでーす。ありがとうございます。いやもうわざわざ。いえいえ。すみません。仕事終わりですか？仕事終わりです。おー、はい、超嬉しい。超嬉しい。第3リアトツ。どうも。自己紹介お願いします。あ、ゆうゆうです。ゆうゆうちゃん、ゆうちゃん知ってる人いる？みんな生主さんだよ、知ってる？映ってよ、映ってよ、映ってよ。なんでなんで、カメラ慣れてるでしょ。嘘つけ。、うん、ゆうゆうの旦那来たってちょっと遅れてるからね。ゆうゆうちゃんです。どうも。よくスパーリングの時あれですよ、東京先輩と一緒に来ていただいて、ずっと応援していただいてました。うん、いつも来てるやつじゃねえか。まあそう言わないでよ、そりゃそうでしょ、最初のスタートなんだから。ねえ、かわいいよね。あ、ありがとうございます。え、結婚はもう、あ、しました。おー、おめでとうございます。結婚したみたいですよ。結婚、ご結婚おめでとうございます。ねえ、え、いつ入れたんですか席。もう4月ですね。はい、4月の1日。いや、1日じゃなくて、4月の5日。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあもう本当に5日前じゃないですか。そうです、5日前に。おお、ありがとうございます。いいっす。怖い。あ、またステッカー。あ、ぜひぜひ。美人さんおめでとうって。ゆうゆうちゃん、ゆうゆうちゃん、ニコ生の生の小手さんだよ。コミ人数どれくらいでしたっけ。1万人ぐらい。やば。超羨ましい。ニコ生でコミュ人数1万人の大手さんだよ。ゆうゆうさん。和藤さん、一人目って誰だったんですか。一人目、たくみさん。たくみさんもカウントに入れるかどうかの議論になって。でもまあまあまあ、たくみさんは、ね、釈迦の、だからね、ちょっと微妙なところだったんだよね。まあでも今いる人は全員1でいいんじゃないですか。さっきどれさん来てくれるのか。これがですね、準備させていただいた和道ステッカーでーす。旦那さん生主さんですかって宣伝してくださいね。いや、まあ配信たまにやってるじゃないですか。たまにふわっちでやってますよ、はい、なんて検索したらいいんだろう。東京先輩で出てきた。そうですね、はい、漢字で東京で、先輩で、感じです。両方とも。東京先輩で、検索してみてください。めっちゃ強いですよ。地下格闘技25センチですね。え、元気復帰するんですか？もう、時期に、はい。元気、今年にはしたいと。はい。マジっすか？はい。またスパーやってください。はい、またお願いします。めちゃめちゃ強いです。めちゃめちゃ強い。しまった。え、これ、これ、1番目じゃないですか？
え一番目ですか購入は一番目ですか一番目です来たありがとうございますすいませんよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございますお願いしました支援いただきました支援いただきましたありがとうございますありがとうございます結構いいですよねあの、あ別ノートに貼ってあ、ぜひぜひあの、あれなんですよ僕、実は一番最初に起業したのがライブハウスだったんですよ、はい、で、ライブハウスのそのバンドマンとかってあの、スタッフパスって言ってあの、ここに貼っていくとライブハウス楽屋も出入り自由だよみたいなのがあるんですよ、はい、そんなデザインでこう、スタッフってオールエリアズっていうのがよっしゃ、一番ありがとうございますよっしゃ、無事で来たかやったありがとうございますありがとうございますやったありがとうございますおどんな感じどんな感じコミュ障なんで、もう貫禄がすごい和道リスナーの貫禄がすごいありがとうございます一番にこだわる東京先輩いやファイターだからね東京先輩は家の出入り自由ってどういうこと出入り自由じゃないよ俺の家俺の家出入り自由じゃないよのんちゃん全然寝てるもん嬉しいねラブラブだよ全然ラブラブですよ184名も来ていただいてるもしよかったらぜひフォローしてください日本全国もありますのでよろしくお願いしますせっかくなので、今、リア凸2名来ていただいたので、人数を減らさせていただきます。残り、9997名です。残りのリア凸。頑張ります。リア充羨ましいよね。まあ、俺も彼女いるけど。4番目エイス、エイス、エイス、エイス。これいつものメンバーだからみんな知ってるっしょいつものメンバーだからイケメン髪長くなったんだよあのギターのレクシ君ですギターのっていう紹介の仕方変かもしんないけど悪いありがとう今日来てくれていや全然、うん、どん、うん、なんだよなんだよその感じレクシャーってほらレクシャー結構出てるもんねこの放送ねありがとう。え、なに今日仕事いや、今日やってみて。あ、よかったよかった。ちょうどタイミング明けだったんだ。まあ、見送りに。見送りに。いや、もうマジで緊張するよ、すげえ。あ、でもめっちゃ楽しみです。やっぱり一リスナーとしては。うん。配信されてますか？はい。企画で配信されてますか？あ、してます、してます。あとはリアと繋ぎとかそういう。あ、そうです、そうです。はい。あ、なんかステッカーとか売ってます。あ、ステッカー販売してるわけではないんですよ。はい、ただ、1000円支援していただいたステッカー1枚お渡しするっていう感じで。はい。よくあるやつです。はい。あ、結構生放送とかお好きなんですか？そうです。あと、心あったりよく、はい、野田総理とか新屋とか。はい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 。その時やっとして。あ、本当ですか結構じゃあキャスとかをご覧に僕自身は配信者ですあ、配信者なんですかもう、もしよかったら宣伝しますあ、いや、そんなレベル高くないじゃんはい、はい、え、何さんとお呼びすればいいですかあんま、特に名前言わない方がいいですかいや、名前言っても大丈夫はい、じゃあ、センカニャンはいセンカニャンセンカニャンさんセンカニャンさんがえ、偶然見つけたんですかそうですねえ、放送を見てるわけじゃなくて、たまたま通り過ぎてそうです。だからいつもこの辺は配信者いるんで、ぐるぐる回ってた。なるほど、なるほど。誰かに会えるから。はいはいはい。バドーと申します。よろしくお願いします。フワッチだったんですかフワッチです。今フワッチなのです。ですよね。あ、見たことあります。マジですかあの、おすすめ欄に結構上の方に。ありがとうございます。センカニアンさん。配信サイトはどこでされてるんですか今はツイキャスが。ああ。やっぱそこが一番人気なんですよね。そうですよね。そうですよね。はい、お釣りありますかね。あ、お釣りありますよ。はい。何系配信されてるんですか。前までは外雑談同じようなことしてたんですけど。はいはい。すごい警察と絡まれて、もうやば。学業の方にも支障で始めた。なるほど、辛いっすね。そうですね。僕ツイキャス全然うまくいかなくて、フワッチに逃げてきました。フワッチうまい。フワッチでやってる人って逆にすごいですよ。はい、いやいやいやそんなそんな。ツイキャス100人って言ったらフワッチって5、6人しか来ないじゃないですか。いやもうやってるからわかるんですよ本当にフワッチの難しさっていうか。あれなんですよ。もともとニコ生で3年ぐらいやってたんですよ、僕。ニコ生でリスナーつけると強いですね。ニコ生でこう、1000人コピーぐらいしか伸びなかったんですけど、それでもう、ツイキャス行ってダメになって、で、フワッチ来てっていう感じですね。でも、1000人ってすごいじゃないですか。いやいやいや、そんなそんな。そこまでコミュレベル上がらなかったし。はい。
やっぱり。いやー、なんか、偶然というか、すごいご縁ですね。ぜひ、もしよかったら、ふわっちとかもフォローしていただけると嬉しいんで。多分してると思います。え、マジっすか？はい。あ、じゃあ、後でチェックします。はい、え、戦火にやんで、この。あ、もしてなかったら、でも今、今やります。はい。今、確認していいですか？はい。あ、じゃあ、こちら。4000円。ありがとうございます。頂戴します。これあの布製のステッカーなので。あ、すごいじゃないですか。服とかにも貼れるんですけど、服とかに貼っちゃうとちょっとボロボロになっちゃうと思うんで貼らない。多分あのラミネートかなんかすげえ大事に取ったら。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。今そのパッチの方、はい、パッチ今何位ぐらいだろう。でもこの時間帯で持っていなかったら結構上の方じゃないですか。そうですかね。まあゴールデンタイムなんでどれくらいだろう。おすすめに絶対います。これです。あ、そうです、そうです。ぜひよろしくお願いします。今後とも。あのこれから日本全国旅するんですよ。前沖縄。あ、沖縄行ったことないです。僕。あ、いや、鹿児島まで行ったことありますね。あ、でしょうね。なんかあのすごいあっちの方で配信したの見たことある。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。フォローは今しました。あー、嬉しいです。ありがとうございます。あとでチェックしておきます。ありがとうございます。なんか失礼しました。あ、いえいえ、どうでもないです、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。頑張ります、はい、ありがとうございます。すごいね、なんかね。ネクチョごめんね。なんかごめんね。喋ろ絡もレクチだよ、レクチさんですよ。普段絡んでる人言ってあげてるね、さすが。いや、今、その、なんか偶然この辺うろうろしてると、キャスの人とか、いろんな人がやってるからっていうことで、結構張ってる人なんだって、戦火にわさんは。新宿のアルタ前のね、ちょっと、なんて言うんだろう。駅側の方っていうか、裏の方かな。裏の方。何が映ってる？ビッグカメラか。まあ、あれだよ。アルタ前の広場のところだよ。うん。レクチイケメンだって、ほら。マジっすか。彼女募集しないと。残念な感じの加藤春彦なんだ。残念な加藤春彦。じゃあ、ステッカーを。ああ、ありがとうございます。シール。シール？そう。シール。じゃあ、3枚いただいて。3枚？マジで言ってんの？ちょっと待って、俺さっき5000円あったんだ。友達に聞きをしとくんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう。ご支援いただきました。ご支援いただきました。ありがとうございまーす。ありがとうございます。加藤春彦似てるっしょ？みんなで加藤春彦、でも加藤春彦知らないんだよね、若いから。いや、知ってます。知ってんの？かんは。言われるっしょ、でも。言われるっしょ。人の良さそうな加藤春彦。相乗りっぽいっていう。じゃあこれ、3枚。バドステッカー3枚。ありがとうございます。とんでもないです。頑張ってください。ありがとう。なっちゃって泣きそうなんだ。いや嬉しいっすね、なんかすごい。じゃあ人数ちょっと減らしますね。人数を減らします。今ですね、センカニャンさんとレクチー来ていただいたので5、残りですね、リアトツの旅が終わるまで、9995名という状態です。なかなかじゃん。なかなかこれ終わるのかっていう。ありがたいね。でもすごい感動するよ。感動する。いや、直接会いに来ていただいたりとか嬉しいっすよ。やっぱり全然さ、何時まで言いますよ、その場所に。いや、何時に来るって いただければ全然いますよ、僕。あのね、それまで時間が空くようだったら歌舞伎町とかで時間潰したりとかしますし、全然待ってますよ。もし何時に、ありがたいよね、本当にね。本当にありがたい。何時までって言っていただければ全然待ちますよ。逆に何時まで行くから、そこにいろって言ってもらいたいです、僕は。何時までに行くからっていう感じで。逆にね、どっかこのメンバーで、どっか行くかもしれないし、どっか行こうぜって言って。ぜひぜひ、近い人を会いに来てください。よろしくお願いします。いつ絡むの？いつにしようかってタイミング測ってたの。6人目。みうる姉さんです。みうる姉さん顔出しないの？はい。
久しぶりじゃん、元気？あざーす。シールを買いにね。シールはね、売るっていうと、路上販売法で摘発されるから、支援っていう形で。支援します。ありがとうございます。ありがとうございます。支援いただきました。ご支援いただきました。ありがとうございます。ミエル姉さん、いつもすいません。ミエル、久しぶりじゃん。元気？よし。ミエルのステッカーに当てるんだ。新しいのにする？新しいですよ。新しいのにしようか。これ特別限定版だから。特別限定版。ありがとうございます、いつも。結構かっこいいでしょ？結構いい感じでしょ？お土産ダメなの？お土産ダメ。キャラ変わった？何？何？ダメなんですか？何？何？お土産は基本で、差し入れは基本禁止だよ。これ何なの？これは何なの？これは旅の支援。旅の支援だったら？旅の、頑張ってこれ開けていいの？今開けていい。ちょっと旅の支援ということで。え、マジでいいの？マジでいいの？本当に？ありがとうございます。招待します。っていうか、それステッカー10枚渡すよ。もう10枚マジで？いや、だってそういうルールの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ありがとう、見える。わー、まあ、ちょっと見せて、ちょっと待って。これいらないよね。こんなにさ、家にさ、これあったら怪しいよね。こいつ何なんだってならない？ビールが今、ワーホって言ってるけど、11枚これあったら怖いでしょ。11枚これあったら怖いよね。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ありがとうございます。頑張れ。何きっかけで？いや、いなくなるのは当然だ。掘り下げていいの、その辺。その辺の話。何きっかけで戻ってきたの？どのタイミングで？ちょっと気になってはいたんだけど。まあそうだよね。我慢してた。それはね。我慢してたんだけど、我慢しきれなくなって。あ、なんかの。もう見ようと。見ようと。え、で、どのタイミングだったっけ？なんか企画かなんかのかぶってたっけ？違う。たまたまなんだよ。そのままか。嬉しかったよ。ほんまにね。待ってたんだよ、俺。本当だよ。本当。え、たくみさんに聞いてこないんで、ちょっと。ほんとほんと。たくみさんに聞いていいよ、全然。言ってるんだから。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。うっす。ありがとう。大丈夫ですか？いや、はい、ちょっと顔映んない方がいい。はい。あ、はじめまして。はじめまして。何さん？サファイアです。え？ドルさんとお会いしたことあります？あります。あ、じゃあドルさん分かるんだ、声で。サファイアさん来たって。はじめまして。はじめまして。ワドウです。よろしくお願いします、本当に。いつもコメントでありがとうございます、声。どうですか、印象？その。なんか。はい。試合の練習、はい、だけ見てたんで、はい、なんかもうちょっとガタイいいのかなガタイ、あんまりリアルではガタイ良くないっていうのがバレました。スポーツリングでかっこいいなと。はい、全然。ドレさんがデカすぎるんですよ。ドレさんもこんなですから。ドレさんめちゃめちゃかっこいいですもんね。そうなんですよ、ね。そうなんです。キャシャなんです、僕は。萌え声かわいいって。森下さんが。あー、ぜひぜひ、リータンよろしくお願いします。バレちゃったよ。これでもだいぶ変わったんですよ。ドレさんにしごかれて。あれ、あれ来るんですか？あ、行きます。負けないんで。応援してます。ぜひぜひ。ありがとうございます。もう、あれですよ。なんか、感動しますね、初めて会う人。結構、あの辺のメンバー、結構もう何回も会ってるメンバーなんで、結構見慣れた、もうファミリー感が強いんですよ。ファミリー感。あ、全然全然全然。
ただこの辺ギリギリなんで今、はい、携帯が映ってるんで気をつけてください。はい、お姉さんの時はマスクしてこないんですか。おお。ね、ポテコを背にした方がいいかな。どれ様がかっこいい。マドさんデレデレ。やめてそういうの。女性は緊張するんですよ。でも私マドさんより年上なんですよ。え？マジで？嘘で？本当です。え？俺女の年、女性の年齢見とくのめちゃめちゃ下手なんですよ。いや私結構なんか年齢より下に見られる。ですよね。27ぐらいだと思ったの。5個ぐらいしたかなと思って。あんまり年齢とか聞かない方がいいですよね。後で聞きます、はい、放送外で。びっくりする。あ、上なんですね、はい、サファイアとか言われたもんね。どうも。すいません。あ、そうなんだ。全然見た目が若いから全然気づかなかった。俺生で会っても年下の女性だと思ってたもん。カメラ動かさないです。見たいだけでしょ、サバイヤさんを。うん、いや綺麗な方ですよ。ノンタンディスってないから。誰もノンタンディスってないでしょ。むしろノンタンにも騙されてたんだから俺。うん、場所がわからない。なんて言えばいいんだろう。後ろが新宿駅で、なんて言えばいいんだろう。もうあの、なんつうんだろう、アルタ前の広場あるじゃないですか、駅の。あそこの裏側なんですよ、駅側っていうか。真ん中の広場の、なんて言えばいいんだろう。ちょっとごめんなさいね。そこが新宿、ルミネイーストが後ろにあるっていう。で、地下鉄の入り口がそこにあるっていう感じです。うん。そこが、わかる？リータンさん。場所がわかんない。わかります？わかんないかな、リータン。美人さんですよ、サファイアさん。コメントがなんかすごい走ってる。あ、218名さんありがとうございます。もうあと2ヶ月しかないんで、試合まで。私もボクシング始めようと思って。今から始めんすか。いやでもバイトが決まっちゃって。はいはい、絶対やめた方がいいと思いますよ。そう言いたいっすよ。なんかそのサンドバッグとか殴ってたりとか、あのこうシャドウとかやってる分にはいいかもしれないですけど、スパーリングとかやるとめちゃめちゃ痛いです。あのまだ打つ方なんで、はい、構えからいいかもしれない。あ、でもコメントだとやっぱ分かんないですね。全然なんか生で会うと、あ、こういう感じの人なんだと。全然イメージと違う。あ、風船チョコありがとう。そうだそうだ、さっきさ来るって言ってた人、何時ぐらいに来るんすか。さっき猫王さんが来るって言ってた。今から来る人います。何時ぐらいまで待ってればいいんだろう。もしいなかったら歩いて移動しちゃいますよ。どっか行こうかな。どっか行く。どうする。シール欲しいんですけど、はい、1000円しかないんですよ。おお、今だから1000円でシール買っちゃうと、うんうん、みんなとどっか行けない。なるほどなるほどなるほど。どうしよう。選択なるほどなるほど。どうしようか。それはじゃあ今大丈夫ですよ。今大丈夫ですよ。ちょっと、待ってましょう。大丈夫です。まだ仕事が他県行っても行けます。マジで猫さん来てくれんの。超熱いんだけど。じゃあ、今何人目。サファイアさんで何人目だ、リアトツ。6人目 ?7 だ。7人目だよね。7人目で合ってる。たくみさんがいて、そうです。まあ、7だ。ありがとうございます。7人目。ゲット。助かります、本当に。いやー、来てもらえると思ってなかったんで。昼やりとりしてたじゃないですか。来てよって言って、行こうと思って。いや、もともと会いたいなと思ってて。ああ、はいはい。でなんか練習の時は誘ってくれるって同期の先輩が言ってて。はいはいはい。日曜日やるみたいですよ、毎週。ああ、超迫力ありますよ。一回見た方がいいです。
東京先輩、あの日曜日やるんすか。そうですか。あのどれさん。あ、全然僕させていただいたら、はい、でも、はい、僕はなんか継続するって言ってたよ、どれさんが、はい、僕は、もっと早くやってれば、はい、なんかサファイアさんも日曜日剣がもしかしたら行くみたいな感じなんで、もし誰か配信者が来たら、カウント合ってるでしょ、カウント合ってるでしょ。あ、ごめんごめん、引き算できない、間違えた。7人来たんだ、7人来たから、ごめん間違えたごめんごめん、ありがとう、みんなありがとう。こうか、これで合ってる、これで合ってる、ごめんごめん、ありがとう。なんかみんなゆう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 うるさいんだよゆう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 さすがカメラないしすごい画質綺麗ですね。そうですね、うちこれ同じカメラ使ってるんですけど、うん、自分のパソコンやったらこんなに綺麗じゃないですか。設定 OBS ですか。いや、設定とか全然わからないんで、普通にあの楽しみさんに設定してもらうえ、なに、あの、ニコ生ライブエンコーダーですか。あ、そうです、それを設定してもらって。でも、あの楽しみさん設定めちゃめちゃ詳しいんですよ。あ、そうなんだ。から外配信もしやすい設定で軽めにしてあるはずなんですよ。同じカメラだったら多分いい出力出ますよ。同じだと思うんですけど、はい、これくらいの出力が出ます。ゆうゆうさんです。のんたんには負けますよ、すいませんありがとうありがとう。のんちゃんずっと話しかけたけどさ、のんちゃんなんで今日来なかったんですか。いや、もう30分ぐらい前からずっとボロボロ泣いてて、寂しくて、寂しくて、で15分ぐらい喋ったんだけど、行ってくるねって言って、それで遅れちゃったの。あ、そうなんですね。そうそうそう、今日実は8時ぐらいからここ。ごめんごめんごめんなさい、ごめんなさい、すいません、いや申し訳ない。全然いい子だよ、ゆうゆう。メモからどっか行ったんですか。どうしようかなと思って、なんかリアト2猫さんとかも行こうかなって言ってくれてるし、どうしようかなと思って。お、ヨンヨンだ、久しぶり、ヨンヨン。ニコ生の大手生主さんですよ。はい、一番ニコネタの。やばい。ゆうゆうさんです。ニコ生コミュニティはなんて検索したら出てくるの。普通にゆうゆうって言ったら、あの多分ツイッターからでもいける。ツイッターからでも。はい。うん、誰かゆうゆうのコミュニティ分かる人いたら貼っていただけると嬉しいです。いやいやいや。お願いします。これで充電してるんですか。うん、これはね、デザリングって言って。あ、どっから充電してるんですか。これが Wi-Fi なの。これが電波。そう。充電はね、してない、これは。だから、このバッテリー切れたら。どうしよう。ここにパソコンが何台も。あー、でもこれ持ってます。MacBook Air。MacBook Air 持ってます。そう、レッツノート。うなにぶっ壊されたやつ。これすごいでしょ。うなちゃんマンにぶっ壊されたレッツノート、懐かしいでしょ。川崎洋平ステッカー、ゆいがステッカーとかいっぱい入ってあるけど。これの黒持ってます、お母さん。あの横山みどりのやつは。はいはいはい。みどりさんこっちじゃない？こっちか。多分これですね。あ、そっかそっか。はい。多分これの黒やった。でもね、みどりさん使ってんの30万以上の超いいやつだよ。同じの買ったんですよ、中古で。マジか。片方同じのが良くて。そういう話でさ、東京先輩と揉めないの？いや、喧嘩しないの？全然大丈夫。男だな。なんかもう。うん、昔はそれでよく喧嘩してたんですけど、もう今はもう、もういいかって、もう大ファンなんだ、大好きなんだ。隣の美女はどうなんだ。ニコ生の生主さんでゆうゆうさんです。ひらがなでゆうゆう？あ、ローマ字で、ローマ字で YUU でゆうゆう。あそこで可愛いとか言って、キモい、モイキーだよ、モイキー、モイキーがいるよ、モイキーが。あ、でもあれだよ、言ってたよ、そのスパーリングの時もレクシー、はい、ゆうゆうかわいいって。 ありがとうございます。人妻だっつうんだ。電車も OK なんですか、今から。いや、電車でもなんでも、もう本当に何にも考えてない。大変ですね、1万人ってなったら。そう、だからそう、だから移動手段にこだわってるよりも、そのリアコツの人数稼がないとダメだから。そうですよね。そう
あ、ありがとう、コミティ。のぎ編かよ。のぎ編だ。ありがとう、のぎ編。ファン、意味深。全国もあるんですか？うん。全都道府県。あー、コミティ番号ありがとう、森下さん。結構ラグってんのかな？どうしよう。タバコ吸う人誰だ？この中で。お店前吸いましたけど。清掃行きません？あ、行きましょう。はい。タバコ吸いたい。これ持ちましょうか。はい、スイス、大丈夫です、大丈夫です。ちょっとタバコ吸いに一服してもいいっすか。ゆうゆういつかすんなよ、俺。うち23です。23なんだ、若っ。名古屋は6月以降になると思いますね。北目指すんですよ、今から。日本全国、回るんで。これあの、さっき昼間買ったやつね、これ。ゆうゆう、いい子よ。ミュール、タバコ吸いかない？タバコ吸います？吸わない？レクチー、サファイアさんと絡んでてタバコ吸ってくる。絡んでて。そう、電波が悪くなるかもしんないわ。永遠の旅とかやめてください。やめてください。桜前線って北に行くほど遅れるんだっけ。北海道に行きたいんですよ、5月までに。なるべく早く北海道には行きたいと思ってます。ただもしかしたら大会の後、北海道飛行機で行っちゃうかもしんない。間に合わない可能性がある。っていうのも、あの、ヒカルくんのジム、ヒカルくんのところでスパーリングさせてもらいたいんですよ、ちょっと。ヒカルくんの予定次第では。それがあるんで。帰りの締めも新たまえでやってください。え、なんで？なんで？あ、帰りの締めは違うよ。沖縄のじいちゃんの墓の前で。一服しようと思ってるから。お、サファイアさんありがとう。テスト、大変だよこの旅。あ、ありがとうございます。ゴールデンウィークに咲くんだ。帰りはね、沖縄にしようと思って、帰りっつうか、締めはね、沖縄にしようと思ってる。血のつながったじいちゃんの墓は沖縄にあるから。ありがとうございます。ういっす、ういっす。え、東京先輩もゆうゆうさんも、お二人とも、捨て頃来るんですか？今、一人だけ？いや、二人。お、気合分取りましたね、ちゃんと。はい、負けらんねえ。負けたらビンタします。負けたらビンタじゃ済まないですよね。マジか。博多ってどの辺だっけ。博多、九州の福岡ですね。ああ、冬だろうね。秋か冬だろうね。俺でも一回あれだよ、前回の旅は稲子の家まで行ってるんだよ俺。でパパ子に会ってきた。お父さんに。すごで、ラブラブだよね。姉妹行きました。いや負けたら花フックっていうか、もう負けること自体が罰だからね。その捨て頃に関しては。201名さんありがとうございます。フォローよろしくお願いします。いや、めっちゃ嬉しい。こんなに集まって もらえるなんて思わなかった。どれさん来ないですか。ねえ。ほっこりお兄さん、花火ここありがとう。ほっこりお兄さん、いつもありがとう。いいね。あざっす。来た、これ。ありがとう。それな、どれさん来ないの。どれさん来ないんすかね。
ドルさん会いたいなぁ。でもさ、俺さ、ドルさん絶対会うんだもん、6月に。今回の旅の時絶対会うから。っていうか、5月に戻った時またドルさんに、トレーニングしてもらおうと思ってるから。あ、5月に1回戻るんですか？ 5 月の21日に、戻ってきて、で、なんか合宿やろうっていう。すごい。そんな感じです。行きます？え、ドルさん全然 OK？ どこでやるんですか？海で、なんか、その、旅館で、海岸みんなで走って、ガチガチにスパーやるっていう。はい、何泊ですか？多分一泊か二泊。あ、行きて、お、行こう。はい。なんか安宿でやろうよっていう、みんな呼んでっていう。まだ全然わかんないですね。ドルさん企画なんで。行っちゃったら行きます。ぜひ自分も行って婚約にしようよ。歌詞やろ。 FC ツアダルト誰も求めてないから。ゆうゆうの FC ツアダルト見たよね。ロアコさんの家行こうかな俺。このまま無理やりリアトツ稼ぎに。それありなの？攻めのリアトツありなの？お前がリアトツするんかいっていうのあり。いや、花火ありがとうございます。全然、言ってるんだけど、ラグがすごいんだな、多分。うん。ちょっと待って。多分、ラグがすごすぎて。ラグってる？みんな、どう？ちょっと、画像のさ、コメントの反映見て、どれくらいラグってるか教えて。ロアコさん会いに行こうかなと思って。花火ありがとうございます、いつも。リアトツは来るもんだろうとか言ってめちゃめちゃドルさん詰めてんだけど。ロアコさん行く？ありだね。歩いて行ける距離だから。もうずーっと応援してくれてるんですよ。ミュール姉さんは。ニコ生の時からずっと。ずーっと。じゃあそんなファン欲しいです。もう何年ぐらい？ 3年？ 3 年ぐらいだよね。多分それより古い。半年間だけどね。半年も見てなかったぐらいじゃない。いや、本当は、あれでしょ？見てるけどコメント書かなかっただけなんでしょ？知ってんだから。初見さんいらっしゃい、さきさん。パソコン配信です。ロアコさんち行こうか、じゃあ。え、ロアコさんの家行くんですか？今から。行く？大変なこと言う。早いんで。あ、そっか。はい。ロアコさん。行ってみたいよな。安っ。うわ、めっちゃ行きたい。ロアコさん面白い。あれ、結局、旅部あるじゃないですか。はい。あれ、ロアコさん行ったんすか？行ったんですよ。はい。はい、でも、帰りの車映ってました？あれ、乗ってるんすか？そこまで見てないんですけど、はい、行ったのは行ったらしい。行ったんだ？そう、なんか、みどりさんに呼ばれたとか言ってて、とか思って。見てないんですよ。タイムシフト見よう。和道さん、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、加えたところで。いえ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます、本当に。頑張ります。応援しますんで。頑張ります。待ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。いえいえ、たぶん。人の悪度。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。やりがたいね。遠くも行くよ、カルシウム。日本全国もある。ルールの確認、もう一回やろうか。もう一回ルールの確認。これですね。全都道府県回ります。放送中リアトツ大歓迎です。配信者リスナーさん問いません。生放送回していただいても可能です。顔出し NG の方はマスクつけたり準備をしてください。差し入れは基本的に NG でお願いします。で、1000円の支援で1枚ステッカープレゼント。サインが欲しい方はマッキー持参でお願いします。で、支援をしていただいた方に、写真撮影無料の特権をつけたいと思います。あと、宿泊先、移動手段、アイテムの支援などお待ちしております。あと、イベントコラボ、企画などの仕事がある場合は帰宅するのでよろしくお願いします。うん。なんか1年で、この企画を終わらせるには、1日平均27人だって。無理ゲーでしょ。そもそも1万人の設定に無理があるんだもんな。1万人の設定に無理があるよ。幸先いい感じですよ、ほんと。愛されてますよ。満月だし。時間大丈夫？時間大丈夫。大丈夫。足悪いよ。どうしよう。足ね、痛めちゃう。右でしょ？大丈夫。最近？最近、2ヶ月くらい。マジか。いや、2ヶ月も引っ張ってんの？病院行かないとダメよ。
しゃべってて本番は旅始まりましたよ。旅配信、旅配信始まりましたよ。ミュール姉さん足をね痛めて引きずってるんだよね。うん、歩き旅ではない。だ基本的にそのドレさんから歩いた方がいいよっていう風にアドバイスいただいてるから。うん、ラグはどう？みんなラグってる？放送ラグどうすか？ラグあります？風船10個ありがとう。大丈夫？ラグってない？そんなに気になるほどの楽じゃない。あ、本当に？よかったよかった。ちょっとね、あの電波が少ないから電波の弱さを考えると楽あんま気にならない。よかったよかった。風船10個ありがとう。ニャーバーガーありがとう。ありがとうみんな。千葉行くよ。千葉行く行く。ぜひぜひフォローしてください。シャークに来たらリアトツしてください。ぜひお願いします。兵庫来たらトツする。おー、会うの楽しみしてるわ。猫さんありがとうございます。マレーニョさんいらっしゃい。どうもです、いつもお世話になってます。旅スタートしましたよ。どうだろう、この中に今からアルタ来る人いますか？アルタに来る人いたら手挙げて、来ない人手下げで。もし移動するんだったらちょっとロハコさんの家に今から行こうかなと思ってるんですけど、ロハコ邸で一泊する？ロハコさんの家で一泊したらさ、リアド代浮くじゃん。ロハコ邸で一泊でいいんじゃん。ロハコさんの家行く？ツイッターフォローありがとうございます。ツイッターフォローありがとう。ロハコさんに電話してみようかな。大丈夫？移動して OK？ あ、全然いい全然いい全然いい。そう、今日来れるかどうか。うん、全然気づくわけないじゃん。気づくわけないじゃん。気づく要素どこにあるんだよ。気づかない。おー、なるこさんありがとう。ロハコさんにちょっとアップ取ってみるわ。やっぱね、友達のロハコさんに。ロハコさん今何やってんだ？通話中？ロハコさん出ないんだけど。はい。アジアの恵まれない子供を活動しているボランティア、よろしければ署名と募金をお願いします。学校に行けるように。気持ちだけ。え、な、何人なんですか？な、何さん？マレーシアとカンボジア、インドネシア。あ、いや、あの、お兄さん。フィリピン？来ました。フィリピンの方なんですか？はい。なるほど。私たちは新しい日本語学生。日本語、留学生？日本語学生。日本語学生。はい、今日は場所がないので。場所がない？クラス。のクラス。休み。クラスがないので。クラス？ノクラス。ノクラス。だからボランティアします。休みがね、ほうほうほう。で、私。ほう。Last year。うん。あ、もう回ってるの？はい。ほう。
へぇ、アイスクール、学校建てる人みたいな。学校建てる、はい、ほうほうほう。え、それは個人でやってるんですか、それとも NPO 法人とか NGO、はい、チャイルドレンズ、はい、チルドレン、チルドレンか、ごめんなさい、チルドレンジョイ、チルドレンジョイファンダクションジャパン。へぇ、お兄さん代表の方なんですか、はい、お兄さん代表の方なんですか、学生です。あー、所属してるんだ。のクラス、今日はクラスがないので。クラスがない、はい、あー、学校の、あ、そういうことか。 お兄さん、ちょっと話してもいいですか。まだまだ学生、うん、あのね、なんか、詐欺なんじゃないか、詐欺じゃない、そう、とか、なんか、支援しても、本当にこの人たちのところに行くのかっていう不安がある。それで気持ちが嫌になったら嫌だし、でもお兄さんが本当にこの人たちを助けたいっていう気持ちが、そう、知りたい。なんかどういう経験をしてきて、なんていうんですか、現状を知りたい。そのカンボジアとかマレーシア行ったことなくて、僕今から世界回るんですよ。で、目で見ようと思ってるんですね、世界の現状どんな感じなのか教えてもらいたいです。はい、チルドレン食べるご飯、僕の一番、学校、学校を作る。みんな学校に行けないんですか、海外に。学校に行けないんですか、子供に困らない。見てもいいですか。何年ぐらいこの活動をしてるんですか。この日本レジストレーション、いろいろなところを教科書ある私たちは学生です。暮らせてないので、私たちはブランチしてますね、時間とアーソン。何、仙台で捕まった組織って何、それ、仙台で捕まった組織って何。俺はね、俺はなんだろう、俺自身裕福なわけじゃないし、一生懸命、すごい一生懸命稼いでるのね、お金を。で、なんつんだろう、なんて言えばいいんだろうな、なんて言えばいいんだろう、なんだろう、なんだろう、お兄さんはなんでこれやろうと思ったんですか、なんでこの活動をやろうと思ったんですか。なんで、クラスがないからじゃなくて、なんでこの子たちを助けたいと思ったのかとかは知りたい、うん、俺も1円稼ぐのに必死になってるのね。もちろん彼らとは境遇が違くて、彼らは頑張っても稼げないかもしれない、わかる、めんどくさかったらしいよ。また今度って言われた。また今度って言われた。プレゼンを受けたかったんだけど、俺はプレゼンを受けて、いや、俺毎回そうなんだけど、本気の人には金払うのよ。いや、こうでこうでこうなんだって、こうでこうでこうだからこうしてくれっていうのは本当払うのだけど、NPO の人とかが、詐欺みたいなことばっかりやってるの知ってるから、現状として。あ、また今度、言われたわ。うん。そう。俺だって必死になって稼いでるわけじゃん。そう。そう。いや、別にうさんくさいとは思わないよ。本気で、その人が本気でその国を変えたいって思ってんだったら、別に心動いたらやるけど、俺だってさ、花火一発するのにすげえプレゼン打つわけじゃん。生き様見せるわけじゃん、24時間。
そう。努力してみんな稼いでるわけじゃん。だから、その、ボランティアで人のお金支援してくださいって言うんだったら、その、俺にプレゼン打ってほしいのよ。俺の心を動かしてほしいのよ、1000円分。うん。ふるいにかけられた。江戸田にいらっしゃい。どうも。そう。どうだろうね。まあでも日本語通じなかったね。また今度ってことは旅してる間に何度も現れて準レギュラーになると思う。それ面白いね。それ面白いね。どう思う？俺、間違ったことやったのかな？なんか、ひどいことしちゃったのかな？どう思う？どう思う？俺って最低なのかな？なんか、ちょっとショックだったよ。あー、行く行く、エナタブン。うん。よろしく。止めて。止めて。エナタブン止めて。説明するのめんどくさかったんだろうね。でもそこはなんかもう情熱で本当にその子たちのことを救いたいんだったらプレゼンはしてほしかった。うん。そういうのは気持ちとしてあったかな、俺は。いや、俺は結構向き合うのよ。宗教の人もいるじゃん。モルモン教の人とか。モルモン教の人に俺2時間話して、お兄さんすごいって言って、聖書もらったことあるからね。もう勧誘はしないって、これ読んでくれって。お兄さん面白いからこれ読んでって言って、一番大事なモルモン書の配る用のやつじゃなくて、お兄さんの新品のやつくれたかって。家にあるよ、モルモン教。どうだろうね。お、クリームソーダいらっしゃい。楽しんでて。仙台の配信者のところにも現れた。へぇ、その配信者もぶっ叩いてた。調べたら闇組織。八王子だって書いてあったけど、いや別に全部が全部闇だとは思わないけど、あのね、NPO の現状結構話してるから、今度話すよ。NPO がなんでその信用されないのかっていうのあるんだよ。どうしよっかなどうしよっかな。243名さんいらっしゃい。243名さんいらっしゃい。マロンちゃんいらっしゃい。和道がユダヤ、ん？和道がユダヤ、イスラム、キリストを助ける番だ。行こう。壮大なスケールだな。和道っていう宗教を始めるの。今7名来ていただいてますね。石野拓？石野は俺と関わりたくねえってさっきディスられちゃったよ。和道と絡んでもめんどくせえし金にならねえんだよなって言われた。めんどくせえんだよとか言って。絡みたくねえわって言われた。今ね、東京先輩帰って、大阪、東京先輩帰って、たくみさんも帰って、ゆうゆうも帰って、うん、そんな感じ。歩みを進める？そうだよね。待ってるだけじゃ冒険じゃないもんね。待ってるだけじゃダメだもんね。どうする？サイはみんなで振ろうよ。どうする？行く？次のステージ、ネクストステージに。飯まずいよって言いながら食べる人。うん。あー、ぜひぜひ、ゆうさんありがとうございます。移動する？ロハコさん電話出ないんだよ。なんか通話中なんだよね。通話中。通話中だね。多分ね、誰かと話してるんだと思う。今放送やってないのかな、ロハコさん。明日雨？雨か。雨か、マジか。バッグ似合う？みんなバッグ似合う？ちょっとファッションチェックして。バッグ。嘘は帰る？嘘は帰る？おっす。オッケー。ありがとう。捨て物は来ないし。捨て物。まあでも、セット取れないですね、今から。まあ取れたら。まあでも放送でも見れるし、YouTube でも見れるから。絶対勝ったら。大丈夫だよ。
トーク。あ、いいんじゃん、いいんじゃん。どこでやってんの？え、ヒカルくん今どこで放送してんの？どこでもこうやってないよ。あー、夜中、ホテル配信かな？かな？まだやってないってことは多分忙しいんだよね。似合う？ありがとう。どうすっか。狙われてる？なんで、なんで、なんで狙われてんの？何が？外人から？似合う？すげえ嬉しい。投資しましたよ。いやー、めっちゃ感謝だよ、本当に遠いのに。ありがとう。多分明日の日には家にいるから安心していいよ。ダメだわ、雨だるいわ。ありそう。やりそうだよね。めっちゃ怒られるんだろうな。長旅には山登り、この前山登りいいね。行きたい行きたい。どれぐらいかかると思う？俺は3年って呼んでる。いい年だよ、3年。35だから。でもそれはそれでなんか面白くない？ぽいじゃん。さっきワズさんの後ろに外国人のワズさん、嘘？狙われてんの？マジで？あとでタイムシフトで検証しようよ。何回外人に声かけられるか。解散すっか。行く？じゃあ行くわ。見送れって言ったら向こうに歩くだけだよ。電車じゃないよ。別に電車、ちょっと待って。電車と歩きどっちがいい？ロハコさんの家行くの。電車と歩きどっちがいい？電車と歩き選んどいて。ありがとうございます。歩け。なんで歩くの？移動がめんどくせえだけじゃん。なんで歩かせるんだよ。都営新宿線ただなんだよ。30分で着くわ。なんで歩くんだよ。30分で着くんだよ。電車乗ったら。歩いたら2時間以上かかるよ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。頂戴します。頑張ります。ありがとうございます。サファイアさんからご支援いただきました。ありがとうございます。あ、これ6月10日サインしてもらってもいいですか？あ、いいですよ、いいですよ。持ってきてください。ぜひぜひ。マッキーで。ミノワンマン見ました？見てた。え、ミノワン見た？どういうことですか？ツイッターで。かっこよかった。あれでしょ？僕大ファンなんですよ。だから会えるの超楽しみなんです、ミノワンマンさん。なんか一緒に練習するって言ってますね。そう、セコンドですよ。超羨ましいですよね。ミノワンマンだぜ。でもね、多分ね、俺ね、楽屋別なんだよね。青山とかパルとか、その、絶対向こう仲いいじゃん。で、青山と、その、絶対向こう側に入れられるから、俺会えないんだよね、多分。ぽくない？反対側のさ、席なんだよ。ふわっちって電車もダメなんだね。あ、電車は撮影しないよ。だから一旦放送切って電車で移動して、駅降りてからっていうことよ。歩きながらリアタツ待ち厳しくねえか？来ないだろ、さすがに。まあ歩こうか。歩こうか。いいよ、みんなが見たいのを、見たいものに応えるのが配信者だから。それが配信者でしょ。いいよ、全然。
せっかくのスタートだからさ、気持ちよくやろうよ。せっかくこんなに多くの人に見てもらってんのも。あ、それされるよ、電車は。俺、画像は消してるもん。だ撮り方もあるんだよ。その人が明るさまに映ってるより撮っちゃったりとかさ、いろいろあるから、デリケートなんだよ、そこは。都営線ただだよ、俺。だから、ロハコさんに家までとりあえず行くのはただ。本来だったら。本来ね、いいね。相互フォロー、いいね。いいね。情報交換。情報交換、俺の悪口とかね。最近あいつダメだな。たるんでるな。うん、行こう行こう。電車がいい。じゃあ最後、電車か歩きか書いてください。最後です。電車か歩きか書いてください。歩けー、歩くか。歩こう。ミールが言うんだもん。姉さんが言うんだもん。歩きだよ、決定。歩きね。オッケーオッケー。姉さんの命令絶対だから。電車いや、ありがとう、心配してくれて。でも、トレーニングになるから、歩くのは。じゃあ、行くわ。映っちゃうかもしれないです。むしろ、危ないっす。いいっす。じゃあ、ありがとうございます。頑張ります。行きまーす。歩きましょう。じゃあ、ロハコさんの家に向かいます。喉乾いたね、喋ってるから。飲み物の補給と歩きを一緒にやりましょう。行くぞ、ミラクル大冒険。おお、トムちゃん、いらっしゃい。いつもありがとう。今日からだよ、行ってくるよ。もう2時間、3時間経ったんだ。3時間じゃない、1時間半か。行こう行こう、ミラクル大冒険。これ Wi-Fi どっかにホルダーつけられたらいいんだけどな。かっこよくなった。そう、今日髪の毛セットしてるだけだと思うよ。まあね、出だしはご祝儀があるからね、みんな可愛がってくれるから、花火もたくさんありがとう、みんな。こっからだよ、本当は。1ヶ月2ヶ月後にだれてないかどうかだよ。このいいスタートダッシュを演出してくれてみんなありがとう。すげえ、花火6個、あざす。どうやって行こう、どうやって行こうかな。おお、ありがとう、団子ありがとう、風船10個ありがとう。今リアトツ7ね、リアトツ7。とりあえずね、ご飯は食べたからお腹は空いてないから大丈夫。お腹は大丈夫です。ただ喉が渇いたんだよね。喉が。5年かかったら笑うよ、さすがに。家の家賃いくら払うんだよっていう。なるべく早く帰ってくるよ、俺はのんちゃんに会いたいから。愛する彼女のために早く帰らないといけないんだよ。リアトツ。リアトツ。稼ぎてえな、ほんと、数字を。そうっすね。そうっすね。でもね、リュック正解、これ。リュックはマジです。うわー、うまそう。リュック正解。全国もありますよ。素手で、握って投げてた、マジで。でもなんか、電波少年っぽくていいよね。最初は意気揚々としてんだよね。最初は。みんな。どうやって行くんだっけな。東新宿の方と。彼女と復活してるんだけどね。もうずっと泣いてたの、おんたん。もう、なんか、悪いことしたよ、本当に。家出るときにずっともう話聞いてくんなくて。アメリカ、全国回りますよね。アメリカ、まずは日本編です、今回。で、日本終わったら世界編。要は国ごとにやりますよ。
とりあえずテストでね、テストと練習も兼ねて旅配信の楽っていうかね、腰がすごい、これこの4点で止めてんの、こことこことこことここ、すごいよ、腰がすごい、このベルトが、このベルト、ここに小銭入れとかも入るし、すごいよ、バックパッカーだよ。そうだね、長旅だから焦らず行きましょう。この景色も見納めかな、歌舞伎町、歌舞伎町ね、さらば歌舞伎町。これね、23,000円するリュックで、昼間ね、リスナーさんに教えてもらったの。このブランドがいいよ、このブランドがいいよ、つって。で、ラジオで聞きながらリスナーのアドバイスを。で、これにした。これが一番フィットした。頑張るよ、ありがとう、後ろが前田さん。お、クワッツさんいらっしゃい。今日出発でーす。頑張ります。何飲もうかな。何飲もう。しかもね、ここにもね、ペットボトル刺したりとか便利なんだよ。すごいよ。靴はね、スニーカーのね、コンバースのオールスターですね。コンバースのオールスター赤。練習用に買ったやつです。頑張ります。フォローよろしくお願いします。スワッチフォローよろしくお願いします。ビールとかね、お酒はあんま好きじゃないんですよ、僕。弱くはないんだけど、もうやめましたね。ありがとう、砂ばばあさん。閲覧今、おお、すげえ。すげえ、みんな応援してくれてる、ありがとう。ぜひぜひ、フォローよろしくお願いします。頑張ります。今日から日本全国もあるからね。旅配信が始まっちゃったよ。赤いいでしょ、真っ赤なやつ。ふわふわー。ワクワクするっていうか、まあ、今はね、もうほんと家族みたいね、いつものメンバーと会えてほっこりした感じかな。本当の戦いは、いや、何年かかるんだろうね。早めに帰りたいよ。なるべく早く。ただ強くなって帰りたいからね。大手になって帰りたいんだ。これいいでしょ？うん。AI やろ。突然変異みたいな。よくわかんねえわ。その設定。ロハコさんと連絡取れねえな。言えないか。ロハコさん多分止めてくれると思うんだよね。いや、一人でも多く。ポツしたいです。お子さん出ないな。止めてくれるよね。ダメだったらダメでね。向こうの方行きゃいいもんね。いやー、マジか。なんだこの感覚。なんだこの感覚。見慣れた風景がね、いつもの街が違って見えるよ。え、なんでお金貯めんの？おー、バタフライテールいらっしゃい。今全部人数書いてあるよ、下に。誰か教えてあげて。下に書いてあるよ。穴貸せば。ロコさん俺のことタイプじゃないらしいよ。楽しいともね、楽しさもあるんだけどね。あれ、どこ曲がんだっけな。あれ、東新宿ってどこだ？あれ、東新宿ってどこだっけ？歌舞伎町の奥だが、こっちだ。頑張ります、TK さん。北海道まで行ったら一旦帰る。ね、っていうよりも5月の21日に家に戻る予定。ステッカー何枚売れた ?11 枚。ちょっと待って。大阪先輩1枚、2枚。ちょっと待って。大阪先輩賞 ?2 枚でしょ？何枚売れた ?2 枚。レクチが3枚だから5枚。6枚。17枚。17枚売れた。17,000円ですね。支援。
17枚です。もっと持ってくればよかったね、せっかね。まあでも、あれですよ。節約しますよ。節約しますよ。彼女はね、ワンちゃんと猫ちゃんがいるからね。スロット行かねえだろ。ここでスロット行ったら相当クズだぞ。いや、クズだけど、俺もなかなかの。ここでスロット行ったら相当だぞ。多分ね、みんなフォローしねえわ。今ここダウンっていうのがあるの？でもまあ、聞かれたら言うよ。聞かれたら言うよ。大丈夫だよ。今どこって言われたら。スロット行こうじゃねえよ。いや、スロットはスロットで支援募るから。スロット行きたいんだけど、スロット用に花火寄ってくんないって。頑張るよ、ありがとう。閉店？ああ、いや、今からはいいよ。さすがに気分悪いでしょ。旅頑張ってって支援したお金じゃないとしてもさ、俺のお金なんじゃないかって思うじゃん。ゆっこさん、初見さんいらっしゃい。それは嫌でしょ。気分悪いでしょ。今会った7人を敵に回す行為だからね。それはちょっと人として嫌だね。297名さんいらっしゃい。ミュール激横だよ。あ、ジュース買います。ゴミくず配信も似合う？全部似合うよ。何飲もうかな。何飲もうかな。何飲もう。のぞき部屋は面白そうだよね。行ったことないけど。いや、安い自販機とかないよ。新宿だよ、ここ。大阪じゃないんだから。何飲もうかな。バカプレゼントありがとう。スポーツドリンクとかだよね。これにします。イオンウォーターポカリセット、これにしよう。お願いします。袋いらないです。覗き部屋知らない人いんの？500円で。ありがとうございます。マジで歩いてるよ。よし、おいっす。いや、歩けっつったら歩くでしょ。俺アスペルガーだよ。よし、今東新宿の方向かってます。東新宿現在2位。1位誰なの？1位誰？何時に寝ようかな。だから俺ね、未来のことを考えるのすごい苦手なんだよ。あ、今を生きてるから、今を生きてるからさ。おっちゃん、ホームレスのおっちゃんに今をって歌われたわ。歩いて千葉行くわけじゃないけど、まああんま考えてない、未来のことは全然考えてない。1位水にやんだ。
さすがだね。リスワンも1位ミズニャンで、リスワン2日目は俺だからね。ミズニャン超えたいなぁ。あいつ力あったんなぁ。いやー、だから電車で行こうと思ったんだけどさ、みんな歩き配信が見たいって言うから、いや、いいよ。もし連絡つかなかったら、家の近くまで行って連絡つかなかったら、俺満喫とか泊まるよ。とりあえずロハコさんの家の方まで歩こう。ミズニャン全然人集めてるよ、全然人集めてるよ。300名超えありがとうございます。312名いらっしゃい。まあね、その人のね、まあでも人のネタも技術だからな。俺はあんま人のネタで人集めるやり方あんま好きじゃないけど、体張ってなんぼだと思うよ、生主は。なんかね、そう、嫌われたらやっぱ嫌じゃん。有名になることは簡単だけどさ、好かれてなんぼだし、仲間増やしてなんぼだかんね。コラボできなくなっちゃうからね。狭い世界だから。本当の生主の世界狭いよ。マイペースマイペース行く。ありがとう。マイペース行くよ。あ、そこ、あれだよ。エナタヌまだ見てるかな？エナタヌってさっき生主がコメント打ってくれてたんだけど、エナタヌがライブやったところだね。ライブハウス。懐かしい。ヨッサンとさ、低燃費が付き合ってた頃、俺低燃費にキスして、ヨッサンぶち切れたことあったんだけど、それエナタのライブの日なんだよね。夏いよね。そう考えると、新宿も長いなぁ、もう。夏いね。あ、でも歩いてねえから早速足痛えな。これ足腰めちゃめちゃ鍛えられるぞ。めちゃめちゃ足痛え。やっぱ柔らかいスニーカーの方が良かったな。失敗か、これ。いや、でも本当にね、愛されてるなぁと思った。こんばんは。いらっしゃい。どこまで歩くの？ロハコさんの家行こうかなぁと思って。コンバース硬いし重いんだよね。ワドのキスの仕方かっこいいとか言われてた。そんなコメントあったの？何それ、キスにかっこいいとかあんの？そうだね、見てる。まあね、不愉快にさせちゃうのはしょうがないっちゃしょうがないんだよ。その人数が100人200人ってなってくると、そのなるべくね、不愉快な思いをさせちゃダメだけど、中にはいるんだよ。なんかそこダメなのみたいな。飲み会とかでもいるでしょ。ちょっと下ネタ言ったら、ちょっと何人みたいな女の子いるじゃん。ちょっと今の何なのみたいな。ありえない男子みたいな女子いるでしょ。ブス。たまにいるでしょ、合コンで。何今の下ネタやめて、キモいんだけど、みたいな、いるじゃん、空気壊すやつ。和藤さん、ホモなんですか？僕は、こってこてののんけですね。こってこてののんけです。低燃費と和藤のキス、ヨッサンのジェラは良かった。あれ面白かったよね。なんだっけ、低燃費の本名。なんとか、なんとか、とか言ってすげえ泣いてたんだよ。懐かしいよね。ウェイトトレーニング、今やってないですね。ベビーベビーさん、ありがとう。そうだね、マッサージだね。まあでも心掛けは大事だよね。そういう意識は大事だと思うよ。なるべくそのね、配信で他人を映さないとか気をつける。俺もだからこういう角度になった時っていうのは、他人が近くにいる時なのよ。こうやってやると空が上に行くから、
要は肩幅の視界になるのね。こうやってやると人映っちゃうけど、こうやってやると人映るのよ。だから俺このくらいの角度でしょ。要は道路に歩いてる人が映らないようにしてんの、こうやって。気づいた。で、こうやってやってるときは通り過ぎるときよ。これテクニックだから。いろいろ計算しながらやるんだよ。外配信は。これもうニコ生で覚えた。ニコ生でコメントでね、他人を映すなって。そう、どうやったら他人を映さずうまく撮れんのかなっていう。大手配信者とかね、やっぱ人が多いとここういう角度になるよ。下手なやつほどこういう角度になる。お年も阿波踊り行きてえな。行きたいね。ねえ、帰ってきたって感じになりたいよね。阿波踊り何月だっけ？阿波踊り。何月だったっけな。あの配信良かったよね。あの配信めちゃめちゃ囲われたもん、あの後。あの配信だけは良かったって、ほんと好評だったよ。俺のこと嫌いな人でも頑張ったなって言ってくれたもん、あの配信は。ロハコが初めて外配信で女の足取りながら実況してバンになってたもんな。あれバンになってなくない？あれバンになってないはずだけど。うん。あれバンになってないよ。ロハコ旅、旅部か。やめた方がいいかな。なんか緑さんが嫉妬しそうだな。ナマツさんハートありがとう。あー、緑さんがロハコさん可愛がってるから、なんか緑さんが嫉妬しそう。やめた方がいいかもな。ちょっと考えないとな。結構しとかい。あ、OK 出た。え、もう OK 出たから自転車乗っていい？あ、自転車じゃない。電車今駅目の前なのよ。電車乗っていい？もうアポ取れたから。ロハコさん。どうする？これ歩く必要なくない？ 2 時間かかるよ、今から歩いたら。で、電車乗ったら30分。乗っていい？オッケーオッケー。じゃあ、一回駅で、東新宿の駅で止めます。で、ロハコさんの家の前あたりからスタートしようかな。うん。いや、俺もね、もう、緑さんとは、もう、決別ではないけど、なんか、気づいたよ、やっと。俺、緑さんのこと大好きだけど、緑さんは俺のこと使うことはないっていうのに気がついた。要は、キャラクターが無理。俺と緑さんは絶対無理。緑さんが絶対使いづらいと思って。そう。緑さんにはだいぶ可愛がってもらったけど、もうそこは空気読まないとなと思って。俺緑さんは大好きだし尊敬してるけど、配信タイプが合わないっていうのにやっと気づいたよ。何時頃になる？多分ね、40分後ぐらいかな。30分ぐらい電車乗るから。うん。OK、ありがとうみんな。心配してくれて。じゃあ東新宿駅乗りますね。東新宿駅。東映線。ただなんで。じゃあまた後で。皆さんありがとうございます。お疲れ様でーす。おつでーす。また後で会いましょう。ロハカさんの家で。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。